はい、こんにちは。今回なんですけれども、ソニーの α1、フラッグシップ機と、キャノンの EOS 7D、これもう年代ものですよ。古いカメラ。こちらのですね、ライブ写真の作例を、見ていきたいと思います。はい。ということで、改めまして、今回、ソニー α1 と、このキャノンの EOS 7D、なぜ写真を比較することにしたのかっていうとですね、このカメラの違いっていうのは、もう、もちろん、もうこちら、キャノンの EOS 7D は2008年とか9年ぐらいに発売したカメラなので、もう十数年前のものなんですよ。で、EOS じゃない、α1 の方は2021年発売なので、だからこの十数年の違いにどれだけの、写真に違いが出るかっていうのとですね、センサーサイズですね、こちらもまた違うんですよ。α1 がフルサイズセンサーということで、EOS 7D が APS-C センサーっていうちょっと小さいんですよ。で、これお見せしますと、ホコリが入るのであんまり開けたくはないんですけど、今回わかりやすいように、こんな感じでわかりますかね。見にくいかな。あ、これでわかりますね。ソニーの α1 の方が、なんかセンサー、この、真ん中の緑、濃い緑色に見えるのがセンサーなんですけれども、ここに光を当てて、写真が出来上がるというような、ものなんですけど、これだけセンサーの大きさが違うっていうことはですね、光の入り方が違うんですよ。同じ条件で写真撮っても、こっちの α1 の方が明るく写りやすいということで、暗証撮影に有利っていうのはフルサイズセンサーですね。そういう仕組みなんですよね。はい。ちょっとホコリが入るんで、戻したいんですけど、はい。こんな感じでですね、まあ年代も、違うし、センサーサイズも違うカメラ、なんですけど、写真がちょっとどれだけ違うかっていうのをですね、見ていただきたいなと思います。ということで、ちょっとどっちのカメラで撮ったかっていうのを言わずにですね、先に、まあどっちかのカメラで撮った写真の作例をお見せしたいと思います。はい、こちらの写真がどっちかの、カメラで撮った写真になります。はい、次、反対、もう一方のカメラで撮った、写真作例がこちらです。
はい、ということでですね、どうでしょうか。どっちの写真がどっちのカメラで撮ったかっていうのはわかるでしょうか。まあもちろん僕の動画をですね、ずっと見ていただいている方はですね、同じ写真、出てるので、わかるとは思うんですけど、まあパッと見て多分わかるのかなと思うんですよね。で、少しでもカメラに知識ある方、詳しい方いたらもうパッと見てわかるはずなんですよ。というのは、見ていきますと、見ていくというか、回答ですね。正解は、一番最初の方の写真のスライドショーが、EOS 7D で撮ったもの。で、次が、α1 で撮ったものっていう形になりますね。で、この 7D で撮った方って、もう平均的に明るい照明が当たった写真ばかりなんですよね。で、暗いところの写真もあるにはあるんですけれども、まあ、特に赤い照明が、なんか、ベロッと塗りつぶしたような広がった感じになっちゃってるんですよね。で、色彩の表現も、なんか、色のグラデーションですか？顔の肌の色のグラデーションっていうのが全然色数が少なくて、なんか赤の次に突然、青になってみたいな、ちょっと境目が、すごく色数が少ない感じに見えるんですよね。で、拡大していけばもちろんノイズも多いですし、輪郭もあんまりはっきり写ってないっていうようなものではあるんですよね。で、だから暗所に、弱いっていうのはこういうところで、シャッタースピードも、多分、落とさなきゃいけないので、動いてるものに対しては手が結構ブレたりっていうものにはなってますよね。だから、この写真のほとんどが、まあ、止まってる、完全に止まってるような写真じゃないと写ってない。よくあまり映らないという感じですね。で、一方、α1 の方はもう、暗所性能っていうのは十分、高いので、まあ、ぴったり止まった写真とかですね、輪郭もきっちり出ますし、暗いところでも、それなりに、色の表現っていうのはできてますし、これなんか、あれですよ、後ろのモニター、白い、明るい、真っ白になってるんですけど、手前の青い光がちょっと当たっただけのですね、人のピントをしっかり捉えてるっていうような感じですよね。まあこれは多分前にもお話ししたのかもしれないんですけど、一応本当にね、暗いところにピント合うんですよ。だからこれだけ、カメラの年代が違うっていうのとセンサーサイズが違うっていうのでですね、これだけ写真が違うっていうのをご覧いただけたかなと思います。ただ、本当はですね、この APS-C センサーと、フルサイズセンサーだけの違いをですね、この写真比べたかったんですけど、同じ年代のね、その、センサーの違うカメラっていうのは持ってないというか、僕はもう、多分 APS-C センサーに戻ることはないので、なんか今持ってるのはこの、もう十数年前の APS-C のカメラしかないんですけど、この辺がちょっとですね、今、インプレッション動画としては、全然ダメだな、ということでですね、本当にね、やる意味ないとはもう思うんですけど、まあ、せっかくね、カメラがあるので、キヤノンの EOS 7D の写真はこんな感じですよ。写真は撮れなくはない。っていうのは、まあ、撮れなくはないですけど、暗いところはちょっとピントが全く合わなかったりっていうのは、あるかなという写真の作例になったんじゃないかなと思います。そうなんですよ。だからまあでもスマホで見る程度ではそんなにノイズも気にならないというか、まあ輪郭がはっきり写ってなくてもまあいいのかなっていう感じですよね。だから最近の APS-C のカメラとかだとどうなんですかね。その辺の、暗所性能っていうのが、まあある程度は上がってるんでしょうけれども、その辺知りたいなということで、誰かやってほしいな。誰か作例やってくれないですかね。カメラ、あと貸してほしいですね。はい、ということで、あんまり役に立たない、写真作例紹介だったんですけれども、まあ古いカメラでも、まあ、撮れなくはないですけれども、本当にいい写真撮りたいと思ったら、もう本当にできるだけいいカメラを、高いカメラを、フルサイズセンサーのカメラを買うしかないということで、まあ今日はちょっとした写真作例カメラの違いによる比較でしたということで、またよろしくお願いします。